歴史の流れを捉える語呂合わせです。藤原氏の多子排斥です。語呂合わせ本文、薬の女王の明日が安なら、えー。薬の女王、薬がクスコの変、女王が上和の変と王天門の変、明日がで、赤王の墳に、菅が菅原道真左線、安ならが安なの変です、えー。で、えっ、ー、とー、 クスコの辺を平定したのが藤原冬継。で、えー、上和の辺大天門の辺と絡んでくるのが吉封。赤王の奮起には元常。菅原道真左遷は時平。安奈の辺は藤原実よりが絡んでいます。薬の女王の明日があんなら、薬の女王の明日があんなら。えー、810年、四季家の藤原クスコがクスコの辺を起こします。 これは北家の藤原冬継が閉定しました。これによって四季家が没落し、北家が台頭することになりました。これは佐賀天皇の頃です。佐賀天皇の頃はこんなことがありました。佐賀天皇の頃の出来事、佐賀瀬クロート芸美氏冬に来た薬公認分、 えー、佐賀瀬クロー人警備士で、佐賀天皇はクロー人の塔とケビ士を置きました。冬に来た、で、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、冬継ぐが北給です。薬公認分、薬がクスコの辺公認が公認客式、分が分野の渡まろ。分野の渡まろが誠意大将軍に任じられ、エゾセイバースに行きました。 で、あの、冬継ぐの北桂なんですけど、あのー、冬といえば北のイメージですよね。ですから、冬継ぐイコール北桂と覚えてもいいかと思います。そしたらご呂合わせも短くなって、探せ、クロー人警備士、薬公認分を。探せ、クロー人警備士、薬公認分。上和の変、えー。上和の変によって、友の小は峰、立花の早成が失脚しました。黒幕は、 吉房さではないかと言われています。上は不作くよ友達を。上は不作くよ友達を。で、上はの変、吉房友さ、の小わみね、立花の早なり。です。えー、友の小わみねと橘ちなの早なりが流されました。大天門の変。これは大天門の変。大天門が火事になりました。犯人は源の誠ではないかと、源誠に権威がかけられました。 でもその後、いや、友の義雄が源の誠を陥れようとしたんだ、という話になって、友の義雄が流されました。流されたのは友の義雄です。大天門、誠は友の放火です。ふざけんな。大天門、誠、誠が源の誠、友の、で友の義雄。ふざけんなで、義しふさのふさです。誠は友の、 放火ですまあでもこれ、友の、うーん、よしおが流されたので、誠は友のの放火です。とした方がよく覚えられるんじゃないかなと思います。友のよしは失脚しました。アコウの雰囲気あこうよ、もっとつねって、うだうだ言うな。あこうよであこの奮起は、えー、もっとつねって、もとつねとうだうだ言うなのうだ天皇。 のマウント争いでした。元常と歌天皇がマウント争いをしているところに、道真が間に入って何とか収まりました。道真はこの後出世して、宇大事になるんですけれども、時平は邪魔になった道真を追いやります。それが正体の変です。正体の変。させんだ道真の正体知った時、正体で正体の変、時で時平です。 時平は道真を落とし入れて、道真は太宰府に流されました。時平は、はっはっはと笑っていたことでしょう。はっは,っはで八で888年です。で、道真は、右大臣でしたね。道真の身は右側の身と覚えれば、右大臣と覚えられたかと思います。アンナの変。源の三中の告げ口によって、源の高明が失脚しました。 これを利用したのが藤原舎によりでした。語呂合わせは元トンネルズの木梨のりたけさんの独り言風で覚えます。あのー、木梨さんが、母昔は石橋貴明と仲良かったのになあという語呂合わせです。貴明とあんなに密仲だったのに、さあね、貴明とで、えっ、ー、と、源の貴明ら、 アンナがアンナの変、ミツナカが源のミツナカ。さあねえで、藤原のサネよりです。はい、ということで、薬の女王の明日があんなら、 薬の女王の明日が案なら、薬がスクスコの辺で、冬継が大頭しました。北家が大頭しました。女王の、で、上和の辺王天門の辺絡んでいたのは吉草です。明日が案なら、え、赤王の奮起、元常、え、菅が菅原道真左んあ案んなの辺が藤原さねより。はい。で、これはですね、あの、人と、あの、え、絡んでいた藤原氏と事件と、 を、えー、関連づけて覚えたいと思います。えっ、ー、と、その関連づける語呂合わせがこちらです。クスコの辺で、えっ、ー、と、冬継ぐによって北紀が台頭しました。ということで、えっ、ー、と、冬ですね。で、えー、上ぇ、上和の辺と王天門の辺は、吉封が絡んでいました。吉、え、封、ー、吉封でふさふさ。で、明日があんなら、で、これが、えっ、ー、と、 河口のふんが元常、ね。で、菅原道さんね左遷が時平。安奈の変が藤原実よりなので、こうします。えっ、ー、と、ちょっと失礼。えっ、ー、と、もっときなさいね。えっ、ー、と、冬はふさふさもっときなさいね。 えー、冬は寒いんで、ふさふさした服を持っときなさいね。寒いですからね。という語呂合わせです。冬はふさふさ持っときなさいね。えー、も、もが、えー、と、元爪ですね。あ、もっとで元爪ですね、えー。もっときのときでときひら。もっときなさいねのさいねで藤原さねよりです。冬はふさふさ持っときなさいね。 はい、えー、薬の女王の明日があんなら、冬はふさふさ持っときなさいね。えっ、ー、と、冬はふさふさ持っときなさいね、薬の女王の明日があんなら。<laughs> こっちの方がいいか。薬の女王の明日があんなら、冬はふさふさ、もっと来なさいね。薬の女王の明日があんなら、冬はふさふさ、もっと来なさいね。はい、これ、えっ、ー、と、人物と、えー、受験が、えー、対応しております。えっ、ー、と、クスコの辺が、冬継ぐ。えっ、ー、と、ジョーの辺が、ふさふ、えっ、ー、と、吉ふさ。えー、大天門の辺も、吉シふさ。 赤のふんぎが、えっ、ー、と、元つね、えー、と、菅原道真の姿で、えっと、時、えっと、時平、えー、アンナの変が藤原実よりとなります。えっ、ー、とですね、あのー、最近なんか動画を投稿するたびに、チャンネル登録者がどんどん減っていくんですね。<laughs> よかったら、あのー、ぜひ、チャンネル登録してくれると嬉しいです。結構、心がしんどいです。よろしくお願いします。 はい。これからもこういった語呂合わせをどんどん作っていきたいと思います。えー、よかったらどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。